ボサノバの名曲、マシュケナダ、などで知られ、日本でもファンが多いブラジル音楽界の巨匠セルジオ・メンデスさんが5日、米ロサンゼルスで死去した。83歳だった。公式交流サイト、SNS、が6日発表した。死因は明らかにされていない。ブラジルメディアによると、新型コロナウイルス感染の影響で呼吸器系の問題を抱えていた。 1941年リオデジャネイロ州ニテロイ生まれ。幼少期に音楽学校でクラシックピアノを学んだが、50年代にジャズに転校。その後、歌手のコジョアン・ジルベルトさんらが始めたボサノバのジャンルに進出し、国内外で活躍し、ボサノバブームの立役者の一人となった。66年にセルジオ・メンデスブラジル66名義で発表したマシュケナダが世界中でヒット。 70年の大阪万博で演奏するなど来日公演も多い。93年に最優秀ワールドミュージックアルバム部門でグラミー賞を受賞。ヒップホップのアーティストらとの共演アルバムを発表するなど、近年まで精力的に活動していた。